こんにちは、ミカと宮田さかみとキルダとカリチャーとスケルトとゆめくんです。せーの、スタート。ということで今回ですね、はい、僕らが一番来てます。確かにね、めっちゃ来てるね。第3回カレットスコップさん来たということで、はい、はい、今回検証する内容はですね、はい、1ヶ月間掃除してない歌い手の耳の中どうなってるの。で、今回検証に協力してくれた歌い手さんが、はい、この方です。どうも、はい、前回です。今回は、はい、一応汚い人たちの可能性ある人たち見るのと、はい、あと前なんか指取りがめっちゃ綺麗だったんだよね。はい、うん、俺が一番綺麗。そうで、そんな俺がちょっと一番綺麗で、うん、状態も良かったんですよ。はい、だからそれちょっと見比べていく感じ。どんだけ違うかはね。じゃあそんな感じで、はい、じゃあ汚い人お願いします。ズームイン。はい、前回もお世話になった、はい、耳掃除を今回してくれる方、はい、はいはい、店長のさきさん。さきさん、はい、すいません、なかなかいないスペシャリスト。耳掃除お願いします。お願いします。じゃあまず綺麗な俺から見るらしい。綺麗疑惑のお前な。うわ、俺が入った。綺麗、もうおもんない、もうおもんない。え、これこっち、あ、これもらえるのか。え、めっちゃ、めっちゃ綺麗。何これ、逆に。え、何これ、ちょっとカサカサして細かいのは奥にあるんですけど、全体的にはすごい綺麗な。めちゃめちゃ綺麗じゃね。これが綺麗です、皆さん。前回フェイじゃなかった。そうだよね、先に。じゃあ見ていきます。いや、これ何もなかったら、それもここから来るよ。すでに入り口側に出てきてくれてます。あ、でもちょっと待って、このボスだけじゃん。多分何もしてなかったから、逆に入り口側にしっかり耳垢を押し込むことがなかった。だから落ちてきたんだ。そうですね、うん、左ね。今ふわくに穴が開いた。でもなんか今日の動画大丈夫、心配になってきたよ。前回の方が汚かった。そうだね、なんか内側にしっかり出てきて、だからしっかり手前側に来てるわ。何もやってないから逆にみたいな。これなんかしっかり出てきてくれてる状態です。毛がちゃんと役割果たしてるな。俺も心配になってきた。いや、俺絶対ありますよ。前回の俺の溜まり方に似てた。なんかこう手前に出てる。俺多分ね、耳垢溜まりやすいんだと思う、多分。はい、はい、ないんじゃないのこいつ。だって言うて俺前回ピカが出てきちゃう。いや、ここに入り口直してる。いいね、ここに手でピュッてやれば。ほんと、やってる。やめろやめろ、落とすの。あ、でも綺麗でしょ。これやばい。これやばい。これやってんな。これやってんな。ひどいわ。前回、これ耳かきしてるわ。俺ピカピカにした組だからね、俺。あー、これ取りたい。見とく、一旦。俺の方がありそうだっけ。俺の左に鳥がある。全員見る、それも見せて。このリングあるんでしょ、またどうせ。おー、どうぞ。お前いつもドーナツ状じゃない。ドーナツやん。はい、そうですね。あれはね、ポンデリングだったよ。ポンデリング歌いて、さくらだよ。1ヶ月じゃそんなたまんない。ポンデリング歌いて、ポンデリング歌いて、ポンデリング歌いてよ。たぶんカリちゃん本当超汚くあってくれ。もうどうぞっしょ。ちょっと細かいのが出てくれてるのと、あ、ほんとにありですね。でかこれ。カリちゃんじゃね。奥からこう繋がってる耳垢がありますね。あるね。あるね。ピント合わないよ。耳毛でピント合わせよ。今日もカニちゃんに施術を受けてもらおうかな。うん、じゃあ一応見てもらっていいですか。はい、どうぞ。前回の日に日にじゃなくて、来るたびに鼓膜が白くなってると噂の。怖いんだよな。そのうち鼓膜破れてますって言われるんじゃないか。爪楊枝派だからな。あ、そうです。爪楊枝。昨日も出てる。ゴリゴリ派です。なんか、え、なんか炎症。あ、そう、書きすぎてですよね。書きすぎてボコってなって。で、僕近いですよね、鼓膜。近い。確かになんかこう、皆さんに比べるとこう入り口から鼓膜までの距離は一番短いです。へぇ、どう、ないじゃん。綺麗だな。鼓膜近っ。なんもなかった、なんかすいません、なんかつまんなくて。じゃあ、カニちゃん、施術してもらおうか。なんか俺、長く思ってた。俺らを抜かしてたんだけど。カニちゃん、俺、左耳も結構あったんだけど。じゃあ、本日、施術。やってください、OK です。やってください。よろしく。あ、OK です。なんで二人体制なの。同時にやる。いきますね。カニちゃん、まず、切るんですよ。切った方がいいな。最初、入り口側から切りにしていきます。はい。じゃあ、切る担当、僕やります。うわ。うわ。すごい。いいなぁ。え、そうなの。うわ、そうみたいな。ウニだ。うわ、ウニ。気持ちいいな。濡れた綿棒だけでいいからやりたいわ。すげえいい。わあ。うわ、すげえ。トランセルみたいな。うわ。うわ。え。うわ、いい。キラコリが。気持ちいいな。え、でも怖く見えないのやばくない？見えないよ、確かに。だって、どんどん奥。確かに。ちょっと狭い。俺の2倍ぐらいない？
こっちすごいな。あクリーンになってるね。うつぼのあれ見て、サザエ。そう、サザエだ。サザエだ。マジサザエ。こうやって光が入ってくるから。うわいいね。うわあ、いいね、綺麗や。あー、いいや。あー、いいね。ご飯増えるな。うちじゃあ、蒸し上げのスースー。おあ、えー、何それ。ゴリラ、新しいやつ。耳ゴリラ。耳ゴリラ。ゴリラ。なんでこれ、オリジナルで独自のやつですか。そうなんです。これはカニちゃんちゃんとあのもう遠慮なしで、もうダメですねと思ったらダメですね。そでそれはもう本当に今入ったゴリラが。なんでゴリラなんですか。確かに。あ、なんかこの作る時にそこのなんか化粧品メーカーの社長がゴリラに出てくる。製品に何も関係ないんだ。名前つけたいなみたいな感じで、なんかゴリラ可愛くないってなっちゃったらしいです。どういう感覚なの。じゃあ変わる。いやすごい、なんだろう。そのとかさっきのふやかしてたイヤローションよりちょっとこうとろみがあって保湿力が高くなる。へえー、いいな。そうだんだん感じでゴリラに見えてきた。それは違うよ。ゴリラ今どうですか。ちょっとあれの中に冷気が、えすごくも欲しいさ。いいな、うん、ちょっと違う。さっきだけ乾いたのと入っていきます。はい、はい、耳の中綺麗なやつのビューです。お疲れ様でした。はい、はい、めっちゃ綺麗だ。これやるとどんな効果あるんですか。さっき言ったみたいな保湿と、あとこうスースーするので、かゆみとか強い方とかがちょっとこうかゆみ和らげてくれる。へぇー、めっちゃ良さそう。やりたいです。もうなんかもう多分好きだと思う。さっきも見ただけでかゆくなるぐらいガーってやっちゃうんですよ。そうですよね。ちょっと欲しいっす、それ。ちょっとゆっぺ体験してみるか。いいですか。でもちょっとだけ全体拭きます。お願いします。気持ちよさを体験や。ジャリジャリやりすぎて傷ついてる。ついてもなんか赤とかついちゃってるみたいな感じ。そうそう、白くなってくるんですよ、ね、今の見る感じ大体どれくらいやらなかったら戻るんですか。あ、でもこれは結構時間かかると思う。もうなんか半分とかじゃなくても全体的に真っ白なので。じゃあ豆なくやってるってことですか。そうです、ね、細くてガリガリできんの。俺もやったことないから。気持ちいい、気持ちいい。もうスースーしてる。いいな、気持ちいい。今全体的に保湿されてるんで。あ、一回ちょっと見てください。これやんない方がいいですか。ですか。あ、それだけでも結構見える。え、待って、いくよ、いくよ。特にじゃん。小腹が動いてる。どういうこと、どういうこと。すごい、すごい。え、小腹動いてるよ。これ意図的にやってるんですか。あ、そうですよ。どういうこと。どういうこと、見てよ。すげえ。え、怖いんだけど。どういうこと。え、ほんまに。でしょ、小腹。何ね。それ、誰得なの。やんないですか。あ、全然皆さん息吸ったやつ入ったやつ微妙に動くのが結構強調されてるだけ。動いてるだけなんで大丈夫です。これ言うと細くパン行くとかないですか。向きフンってやんなければ。なんか大きい声音聞いたりとか、あと爪楊枝ガンで刺さないとき。えぇ、ー、生きてるよ。爪楊枝は本当にやんなくなったんですよ。やんなかったんですね。前回ダメって言われて。あ、なるほど。あ、状態で知ってほしい。そしてはにとりあえず爪楊枝だけはやめましょう。大丈夫です。まあということでね、はい、まあ、また次来る機会があれば、はい、はい、ご参加していきましょう。はい、ちょっと食べたいんです。あと最後にやらせていただいたゴリラスコープ。はい、ゴリラスコープは名前変わってる。名前何でしたっけ？あ、じゃあ耳ゴリラ。耳ゴリラ。耳ゴリラ。あれも良かったんで。あれで、あれここで買えるんですか？買えます。ネットでも買えます。通販でも買えますし、店頭でも買えるので。やってみたい方やってみてください。はい、概要欄にね。概要欄に貼っとくんで。お願いします。おいくらでしたっけ？ちっちゃい 10g のボトルが1500円で。さっきでかいのがあるんですけど、それが6500円なんですけど、耳だけじゃなくて首筋とかにマッサージとかです。ああ、そうだよね。スースー気持ちいいよね多分これ。ぜひやってみてください。よろしくお願いします。ということでありがとうございました。はい、ここで30万人いかないとね、はい、これ終わります。終わります。皆さんもうこれなくなる、見れないよ。本当にもう見れなくなる僕らの。このために行こう。ちょっとアドベンチャーツアーね、はい、これツアー中なんで、うん、下の概要欄にまだ多分あるチケットがあるとかあると思うんで、はい、お近くでね、あ、この映画行けるなと思った方はぜひそちらも来ていただきたい。お願いします。はい、嬉しいと思います。はい、せーの。2年間禁止。耳ゴリラ。もう